お兄ちゃんたちこんにちは。お前らこんにちは。いやー、ずいぶん更新が滞ったな。そうね。前回の経済学講座で話していた通りの展開になったわね。休んでる間に元首相も暗殺されちまったし、現政権は過去の政策ぶち壊しまくりだし、これで日本経済も終わりだな。その指摘、あながち間違ってないから絶望的なのよね。で、うちのチャンネルはどうすんだ？アベノミクスと共に終了するか？ぶっちゃけそれでもいいんだけど、ツイッターのフォロワーさんにはちょくちょく突き上げを食らうし、一応投稿は続けるわ。そうか。妹がツイッターやってるから、よかったらそっちもフォローしてくれよな。とか言っとこう。時事ネタに関しては、向こうでつぶやくくらいで済ましちゃってるんだけど、ちょっと、それに絡む解説でもしましょうか。それでは、ゆっくり妹の経済学講座。始まり始まり。今ネット上では、東京都の委託事業を受けてる、とある一般社団法人の不正会計疑惑で持ちきりね。ついへみつぶせる面白スキャンダルくらいに思ってたが、何か、厚労省まで巻き込んだ、全国規模の大問題になりそうだよな。そのあたりを解説した方が再生数も伸びるんでしょうけど、うちは経済学の解説チャンネルだから、その辺の話は置いとくとして。置いとくんかい。そもそも論として、政府が行うべき弱者救済とは何か？って話をしようと思うわ。たくよ。素直に時事ネタに飛びついとけいいものを。文句言わない。よそはよそ、うちはうちなんだから。お前はおかんか。それはともかく、今回の話は、前々回に扱った、負の所得税に絡む話で、毎度おなじみ新自由主義の階層、ミルトン・フリードマンの主張を参考にするわ。何？あの悪名高い、弱者切り捨ての市場原理主義者をか。まあ、このチャンネルの動画を見てる人ならわかると思うけど、今お兄ちゃんが言ったようなイメージが、果たして妥当なのかどうかね。ほう？新自由主義者が、妥当すべきものではないと？ダジャレはやめて。それでは早速、新自由主義者のバイブル、資本主義と自由の序章からの引用ね。第一の原則は、政府の役割に制限を設けなければいけないということである。政府の仕事は、個人の自由を国外の敵や同国民による侵害から守ることに限るべきだ。この他、個人でやるのは難しく資金がかかりすぎる事業に政府が力を貸すことは、あってもいいだろう。ただ、政府をこのように利用するのは常に危険が伴う。政府は大いに利用すべきだし、どのみち全然利用せずに済ますことはできない。しかし、メリットの方が明らかに大きいことを確かめてからにすべきである。良いことをする権力は、悪いことをする権力にもなりうる。また、今の権力を握っているのが善人でも、明日の権力は悪人にとって変わられるかもしれない。それに、ある人が良いと思うことも他の人がそう思うとは限らない点も忘れてはならない。政府事業の拡大も、中央集権化も、推進する人の多くは善意の人であり、失敗すれば誰よりも後悔する。これは実にもって悲劇というほかない。おいおい、初っ端からこんなこと書いてあんのかよ。そうよ。どう読んだって、妥当なこと書いてない？何か、ものすげえタイムリーに思い当たる節があるな。新自由主義を、悪魔の経済政策とか言う人もいるけど、一体それが、誰にとってなのかって話なのよね。もうこの時点で出落ちっていうか、答え合わせは済んでる気がするが。それを言っちゃうと解説が終わっちゃうから、一応いくつかの事例を検討してみましょうか。例えば、世の中には困難を抱えている女性っていうのが存在していて、自分としては望まないけど、生産量に従事したり、パパ活をしないと生活ができない。そんな人がいるかもしれないわね。まあ、全くゼロってことはねえだろうな。けど、だからといって、生産量に従事したり、パパ活をしている女性すべてが、生活困窮を理由にそれらのことをしているのかしら？割合はどうかわからんが、中には派手な生活したいとかブランド品欲しいとか、
ホストに貢ぐためにやってるやつも少なくねえんじゃねえか。そうね。その辺の実態が曖昧だから、支援団体が調査してデータ出してくれればいいけど、若年被害女性支援を錦野御旗に、都と国から公金中注してるって言うなら、どう考えてもおかしいわよね。ああ、そもそも困窮者支援を女性限定でやるってのも納得がいかんわ。つまり、困窮してる人の中に女性はいても、女性限定で支援するのは本来おかしいのよ。意義なし。じゃあ、別の事例ね。これは仮の話だけど、ある車椅子の利用者が旅行に行って、目的地の駅が無人駅で、階段しか設置されていなかった。駅員は、隣の駅からのタクシー移動を提案し、観光先である神社のホームページにも同様の案内がある。にもかかわらず、事前連絡をしたくもなければ、タクシー代も出したくないとして、その場でいきなり駅員4人をかき集め、無人駅まで同行して100キロ近い車椅子を持ち上げ、階段の下まで下ろせ。この要求を飲まないなら、車椅子利用者の乗車拒否で障害者差別だ。こんな言い分がまかり通ると思う？俺は働いてはいないが、駅員だって自分の持ち場や仕事があるだろうし。当日いきなり無茶ぶりされても、対応できないことがあるってのは想像がつくな。そうね。たとえニートのお兄ちゃんでも、そのくらいのことはさすがにわかるわよね。ニートは余計だ。それと、仮にバリアフリー化を進めるにしても、採算ラインギリギリの無人駅まで設備整えるのはコスト負担が大きいし、費用を運賃に加算するなら、低所得の利用者にも負担がのしかかる。もし、公費で補助するというなら、それにだって必ず費用負担は発生するのよ。ああ、たとえ国債とか通貨発行しようが、タダになるわけじゃないってのは前にあったもんな。そうね。なので、公平性とか程度問題っていうのは、どんな場合でも考えないといけないのよ。とまあ、これらの話からもわかるように、弱者というのは相対的なものであって、何か一つの属性を持っているから、弱者認定して支援を行うべきって言い分はおかしいの。〇〇って属性に弱者はいても、〇〇全部が弱者じゃねえと。ええ。だからこそ、政府による弱者支援には注意が必要なのよ。話を資本主義と自由の内容に戻すけど、日本で新自由主義って言うと、弱者切り捨ての市場原理主義って、左右問わず批判がされるわね。ああ、全世界を格差と混乱に陥れた、悪魔の経済政策ってことになってるからな。でも、この本の中で論じられていることは、政府が行うべき事業と、行うべきでない事業。その厳密な検討なのよね。要するに、ただ民営化して福祉削減しろって主張してるわけじゃねえと。ええ、フリードマンの主張によれば、現在政府が行っている事業のかなりの部分は政府が行うべきではなく、とりわけ、弱者救済の名目で行われている政策の大半は、その妥当性に疑問があるっていうのよ。それ、負の所得税の回でも言ってたよな。ええ、前回は、農業保護と最低賃金法を例に出したけど、フリードマンは、年金や社会保障に関しても、現在のやり方では弱者救済として疑問だというの。日本でも、世代間格差問題って随分前から言われてるでしょ？ああ、俺たちは、生まれながらに高齢者に搾取されてるってあれだろ。まあ、お兄ちゃんは働いてないから、税金なんて納めてないけど、日本の場合、就労者の所得に占める社会保険料などの負担が大きくて、再分配の前と後だと、低所得の就労者では、かえって貧困を拡大させてしまってる状況なのよ。ひでえな。やっぱ働いたら負けってことだな。これもね、富めるものから貧しいものへって格差是正の原則を無視して、属性による支援を行った結果なのよ。年金制度の運用を、一般の納税者から徴収した税金により賄うのは妥当とは考えられない。貧しい人を助けたいとは思う。だが、ある年齢に達したというだけの理由で、富める人も貧しい人も全て助けなければならない根拠は何か。ね。フリードマンって、こういうことを主張しちゃう人だから、あらゆる政治家や既得権者に嫌われるのよ。
そういや、ジェンダー利権を貪る某一般社団法人代表も、不正会計疑惑を、女性叩きだミソジニーだ言ってるもんな。その手の論点ずらしとか、既得権維持の最たるものが新自由主義叩きなのよ。よくよく考えや、言ってる奴らも同じだったわ。でもね、自分が興味関心のある分野とか、同情できる人を政府が支援するべきって考えるのは、何もあの手の人たちだけじゃないわ。むしろ、ネットで政治的な発言をしてる人の大半が、〇〇に使うくらいなら〇〇を支援しろって、特定の業界や属性への支出を主張するでしょう？そういう意味では、興味関心のある分野がそれぞれ違うだけで、主張の内容には大差がないのよ。ここで、経済学者の飯田康之先生の言葉を紹介するわね。まあ、ダメな人っていう言い方は良くないですけれども、ダメな人は自分の心に合う、コミュニタリアニズムであったり、リベラルであったり、リバタリアニズム。その価値観の部分っていうのを、自分の好みで選ぶ。その価値観に全面的に依存して導かれる結論っていうのを信奉してしまう。これすごく良くない。経済政策にはね、好むと好まざるとに関わらず、成り立つとか成り立たないとか、実施してしまうと不平等が拡大したり、望む結果が得られないものがあるわけよ。そういう現実を無視して、こうだったらいいのにとか、こうであってほしいでは、経済状況がどんどん悪くなっていっちゃうの。俺たちは、不思議なポッケで夢を叶えてくれる、猫型ロボットがいない現実を生きねばならんのか。そうよ。貨幣の真実を知って、正しい貨幣観に基づいて経済運営すれば、競争なんかしなくたって形成催眠が実現できる。そんな甘っちょろい夢物語は存在しないのよ。絶望した。何か、この世界に希望はないのか。希望って言えるかどうかわからないけど。最後に、資本主義と自由の結論部分を引用してみましょうか。政府の施策が持つ重大な欠陥は、公共の利益と称するものを追求するために、市民の直接的な利益に反するような行為を確人に強いることだ。利害の衝突や利害をめぐる意見対立が起きたような時にも、衝突の原因を取り除いたり対立する相手を説得するといったことはせずに、相手の利益に反することを強制しようとする。政策がよって立つ価値観は、当事者の価値観ではなくて、第三者の価値観なのだ。しかしこのような政策は、反撃を食う。人類が持っている最も強力で創造的な力の一つ、すなわち何百何千万の人々が自己の利益を追求する力、自己の価値観に従って生きようとする力の反撃に遭うのである。政府の施策がこうもたびたび正反対の結果を招く最大の原因は、ここにある。この力こそは自由社会が持つ大きな強みの一つであり、政府がいくら規制しようとしても決して抑えることはできない。これは、動画制作するモチベが湧かなくて、久々に資本主義と自由を読み返してたら、この記述を見つけて思わず吹いちゃったのよね。おお、古き言い伝えは誠であった。ちなみに、資本主義と自由の初版は1962年ね。いやー、やっぱ偉い経済学者様は言うことがちげえわ。政府による弱者救済の大原則は、富めるものから貧しいものへ。それ以外の年齢、性別、団体、職業、産業への支援は、よくよく考えないとダメ。そのことを半世紀以上前から言ってたんだな。にもかかわらず、未だに困難女性支援法だの、LGBT 理解増進法だの、声優とアニメーターを守りたいから、消費税インボイス反対なんて叫ばれるんだもの。おい、最後のだけはちょっと聞き捨てならんぞ。そこに触れると荒れそうだから、今回は深く掘り下げないわ。ともかく、まともに経済を理解したいなら、俗流経済論なんかに触れるより、ちゃんとした本を読みなさいってこと。それで、気になるお値段は？税込み、2640円よ。高いわ。そういう人には、うちの動画でもたびたび引用してる、ミルトン・フリードマン・ボットがおすすめね。こんなのフォローして眺めてるだけでも、そこらのとんでも経済本読むよりよっぽどマシだから。ボットで学べる経済言説ってか。今回は、このあたりにしておきましょう。お前ら、
チャンネル登録、グッドボタンよろしくな。よかったら、関連動画も見てほしいわ。それじゃあお兄ちゃんたち、まったねー。